演武開演。どうも、本日はこちら島田屋の生ざるそばを食べたいと思います。生ってことは麺の風味をいっぱい感じられるということなんでしょうか。なんだか楽しみですね。では早速茹でて下に取って、まず中身見せないとダメですね。中身はこんな感じです。粉がついてるのがなんか生という名前っぽいですね。そしておつゆもしっかりありますね。では早速茹でていきたいと思います。しばしお待ちを。茹で上がりました。おそば、いやーいいですね。でこのおつゆをちょっと今小鉢がないので、ああちょっと破けちゃいましたんで、おつゆをこちらのコップに入れました。なんかちょっと邪道ですけど、ないものは狙っても仕方ありませんので、ではいただきたいと思います。いただきます。生はやっぱり違いますね。この弾力、生というだけあってもっちりとした弾力のあるお蕎麦で、普通のざる蕎麦では味わえないような食感を楽しむことができました。おつゆもうまく染み込んで絡んで、うまみが口中に広がってとっても美味しかったです。さすがにこうしたお蕎麦は違いますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。